ボスになった漫画毎日更新ね。なんで毎日なのかもうだんだん分かんなくなってきましたか。いや俺はいいんですよ。俺はまあ毎日これを更新するってことは決めたから。でも見てる側がだんだん辛いんじゃないかなって。そのね、毎日更新されてもそのこういう作業ってやっぱレア、絵描いてるんだっていうね、そういう行動がレアだからやっぱ見てて楽しいことであって、毎日毎日人の作画を見せつけられる方の気持ちとかさ、なんか俺考えたことあんのかなって思って、でだんだんなんか YouTube とかも、いやこれはね俺本当に申し訳ないんだけど、その継続することに意味があると思っちゃってるから、思っちゃってるダメなところがあるから、そのなんかお付き合いさせちゃって申し訳ないんだけれども、そのまあでもそのなんで毎日更新するんだろうっていうことが分からない感じが最近個人的にいいんだよね。やっぱもし毎日漫画更新理由がこのね269日目で分かっちゃったら、多分やってる人ってたくさんいるし、やってる人がたくさんいる場合やっぱ俺は勝てないと思うんだよね。だからこの訳が分かんない状態、なんで俺毎日更新してんだろうとか、なんで俺この動画毎日上げてるんだろうっていうぐらいが、そのライバルがいないっていうか、その継続していった先になんかがあるんじゃないかなって思ってね。はい、まあ、今回はこので褐色のまだねちょっとねこの子は一応機械なんで、額にねなんかナンバーのあるまだ感情とかがねうまく出せない子だから、ちょっとなんかその心ここにあらずみたいな顔しちゃってるけれども、でもそれでもなんかちょっと目にパンチは入れたいなと思って、で最近なんかこの目のねこの上、ただ単に目つき悪くなってるだけなのかもしれないけど、なんかね目のねその縁だけにねザラザラとね線を入れるとね個人的にいいなっていう気持ちがしてきましたね。線が太くなったからね、なんかまあそのまあこれまあいつもになっちゃうけど、やっぱ俺でも線を足と太くしてよかったっていうか、その自分の頭の中にある、まあ、こういう表情だろうとか、まあ、こういう目だろうとかが前よりも描きやすくなってて、でまあ一般的な絵を目指すのと、やっぱ自分の頭の中にある絵をその描くのどっちがいいかなって結構悩んで、でもやっぱもう今やってる作業ってやっぱ まあ、ゲームとか、今自分ゲーム出したりしてるんですけど、まあ、ゲームとかねそういう商業的な仕事はやっぱりその需要と供給のバランスに沿ってねものを作っていきたいんだけど、やっぱり漫画だけはなんか自分の脳内にあるイメージをなるべく表現できたらいいな、なるべくどころじゃないね、もう自分の脳内にあるものを正確に表現して、もうそれでつまんなかったらいいなって最近思っちゃうんですよね。だから自分の頭の中の脳内のイメージがちゃんと表現できてね、本当にちゃんと俺が思った通りだって表現できた上でつまんないって言われたら、もうそれってすごい納得がいくじゃないですか。なんか完全試合っていうか、その完全負け試合かもしれないけど、でまずはそう今愚直にね自分の脳内にあるイメージをね紙に書くっていうことをね、だからその結果線がどうなろうが、まあ一般的な絵からずれようが、まあ、このまぶたの上のね線の量とかで腫れぼったく見えちゃうかもしれないけど、それが俺の脳内に近いイメージの絵であるならばまあいいかなって思って、だから左上の子まで話を聞くのよしたかってセリフがあそこにあるけど、まあ、吹き出しとかないんだよね、まあ、吹き出しとかなくて集中線とかないけど、まあ、なんか俺の中でそうだからいいんじゃないかなっていう、すいませんちょっとごめんなさい、俺の中でそうだからいいんじゃないかなって思って、だからなんかこの動画に対してもちょっとそれはあるかもしれない、なんか俺が思ってることを喋ってそれでつまんなかったらもういいかなってのは、なんか最近もう結構長生きしたっていう表現も変だけど、もう40歳だからもう結構そのでかなり不器用な人間の割には結構ちゃんとそれ俺なりにねその人の気持ちとかを考えて生きてきたようなところもあるような気はするから、40歳からはねもういいかなって思って、なんか
ツイッターとかでね、誰得なのっていうぐらいね、俺自分の子供とかね、家庭のこととか作った料理とかあげてるんですよ。これもね、俺があげたいからあげてるんだよね。誰かが喜ぶとかじゃなくて、だ結構、まあ、この漫画もそのこの動画も趣味的になっちゃってはいるんですけど、でもただ俺が言えるのは、ちゃんとね自分の脳内にあるイメージを具現化しようと努力してるってところはありますね。だから最後の勝負としては、本当に俺の頭の中面白いのとつまんないのっていうところになると思うんですよね。だからこの4っていう女の子は今結構俺の脳内では今こういう顔してるだろうなってところが具体的に描けたような気がするんですけどね。なんか個人的には色っぽいっていうか、そのなんかねゾクッとする顔な気がしてて、まあ自分の好みの顔が描けたってことなのかな。っていう感じで今日は、はあ、いつもいつも本当に毎日この毎日見てる方がいたら本当にすごいよ。本当にうち来ていい、うち来た方が早いような気もしてくるな。なんか本当にこの動画見ていただける方ね、だんだん辛くなってくると思うんですけど、本当にすいません。自動再生リスト、これまあね、だから1週間後とかにまとめて見るといいかもしれないね。なんかだんだん俺はちょっと楽しくなってきたところはあるんですけど、見てる側の方は本当申し訳ないです。これからもね、お付き合いお願い